皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からは傑作タイムリープアドベンチャー Life is Strange、 こちらをね遊んでいきましょう。オレゴンの片田舎である日突然タイムリープ能力に目覚めた少女マックス、彼女を中心にその周囲で起こる様々な事件を描く内容になっています。そして本作のテーマはバタフライエフェクト、一体どんな選択と分岐、そして結末が待っているのか、今回も皆さんと一緒に癒されていきましょう。さあそして今回の映画紹介コーナー、今回の映画紹介はもしもあの時な人生が歩めたら特集、左からバタフライエフェクト、時をかける少女、もしも昨日が選べたら、天使のくれた時間、この4作品。バタフライエフェクトは3まであるんですけど、やっぱり1がね一番の傑作でしょうか。でこれがね本作にも影響を与えてるんじゃないかなっていうシーンがちらほらあります。なんで先に見ちゃうと感動がねちょっと半減しちゃうかもしれません。でね、自分が特に好きな作品が天使のくれた時間、これ人生で5本の指に入るぐらい好きです。お金と仕事こそが全てっていうスタンスの超大手の金融会社社長のジャック、そんな彼に天使がですねクリスマスの日にもしもの人生っていうのを見せてくれるんですね。それは昔仕事を取るか恋人を取るか、その選択のせいに別れてしまった最愛の女性との人生だったというお話。これね本当に好きです。人生の一本、ファンの皆さんと一緒に見たい一本、本当に本当に。はい、ではね、前置きはここら辺にして早速遊んでいきましょう。 Life is Strange。Life is Strange ではあなたの選択次第で過去、現在、未来が変わります。慎重に選びましょう。さあここからゲームスタート。すごい嵐で灯台か、ライトコース、とりあえず向かっていこう。そっちね、助けてくれ。竜巻か、すごいね。一体何が起きてる。でこれは多分港の地図、ほんとなんかハリウッド映画のような竜巻が発生している。アイテム特にありません。時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じことが言えるだろう。ここはいつもの教室、大丈夫、落ち着こう。影、カラー、キアロスクーロなど技法は様々だ。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰。居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か、何なの。ダイアン・アーバスです。なるほどね、なぜそう思う。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には
危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。正直ヘドが出るね。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。そんな写真は誰にだって撮れる。要は安直すぎるんだ、そう思わないか。逆にアーバスが被写体の最も美しい瞬間を捉えていたらどうだっただ。写真を見る。あれだけのセンスの持ち主。待ってね。別のアプローチだってできたはずだ。確かに私アーバスはいいと思えません。それよりロバート・フランクとか。同感だね。戦後のアメリカを捉えたフランクの作品には貧しくても懸命に生きる人々の姿が浮き彫りになっている。見てみよう。それこんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。クラスのみんなにも笑われる。多分写真学部かな。それこそが真の美しさだ。フランクがケルアックにインスピレーションを与えたのも頷ける。でさらにカメラ。2人とも50年代の偉大なアーティストだ。ケルアックの有名なバルコニーでのショットはみんな知っているね。都会で物思いにふける孤独な詩人の姿を見事に捉えた一枚だ。素晴らしいよ。さてフランクと対照的なのがサルバドール・ダリのシュールレアリズムだ。これ聞いてきたな。黒糖と同様ダリも多彩な人物だったが、彼の有名なセルフポートレートの数々は君たちがよく使うセンスのない言葉で言うところの自撮りだ。セルフィー。でもセルフポートレートの写真を撮ってこれが現実か確かめよう。ポートフォリオ用の写真もいるし、毎日自撮りするって決めたしね。まあ、どうかと思うけどね。この講義はいいの？自撮りは現代特有のナルシシズムだと思っている人、批判は数百年前に向けるべきだ。サボらずにちゃんと毎日書かなきゃな。そろそろ眠くなってきた人もいるかな。それじゃあ質問しよう。教科書を読んできた人は答えられるはずだぞ。セルフポートレートの誕生に貢献した正反法の名前は何でしょう。これ銀塩写真かな。よし、ここで読んでいこう。誰かに読まれたらなんて思われるかな。でこれが自分の日記。これねちょっと長いんで、読みたい方は一時停止してで読んでいってくださると嬉しいです。10月1日。でこの前もある。ありますね。9月。でさらにページも8分の6、遡っていこう。でもしかしてここになんか伏線的なものも書いてあるのかな。これは9月4日。で西暦は2013年。寮の部屋で日記を書く。全寮制かな。でそっか、あっちは9月が新学期、日本は4月ですね。で8月25日に荷造りでこの学校に来た。シアトルを離れてアルカディアベイに戻る。もしかしたら私がずっと探していた夢の島はアルカディアベイだったのかもしれない。でこれが一番最初、7月10日、ブラックウェルアカデミーに合格した。おそらくこの学校がそれかな。でこれが一番最初、プロローグ。誰か
誰も答えられないのか。ペンケースいい加減に買い替えた方がいいかな。でもこのレトロな感じが気に入ってるんだよね。なんかバカウケっぽくて可愛いね。謎の精霊。遠慮なく答えていいんだぞ。とね、お気に入りのアナログカメラ、ちょっと一枚撮ってみようかな。答えることはできない。よし。教科書に書いてあったはずだ。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。肖像写真は1800年代初期から広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は？私ですか？忘れちゃって。私ですか？私ですか？その。要は答えられないということか。誰か他に答えられる人は？フランスの画家、ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで1800年代以降広く普及した。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのがコーネリアスだ。彼に関する詳しいことは教科書に書いてある。もちろんネットにもね。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。これは夢ではない。刻まれた印。うん、いい写真が撮れそう。先生なら分かってくれるでしょ。日常ヒーローコンテストはとても有意義なイベントだと思います。どうしても代表に選ばれたくて。君はコンテストさ、撮っといて。ポラロイド、これも最近もう完全にされてますね。で、ケイト。ケイト、マックス、お疲れ。大丈夫？思いっきりなんかクマできてるよ。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。目が死んでるぞ。お茶でもする？そっか。お茶でもしながら愚痴りたい？付き合うよ。そうしたいところだけど、宿題しないといけないから。うん、わかった。また今度ね。バイバイ。大丈夫か？とね、パソコン。うちの学校、コンピューターにはお金かけてるよな。なんかフォトショップのパチモン的なソフト。誰か作業中みたい。結構いい感じ。で、それと先生、ジェファソン先生。ジェファソンではない。ジェファソン先生と話すときはいつもすごく緊張する。恥ずかしい。うん、かっこいいよね。それとビクトリアを見るといつも悪口言われてるような気がする。これがビクトリア。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。時間がなくて、どうしてもですか？でも先生、どうしても出さなきゃダメですか？マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してごらん。
でビクトリアとは話せません。でここにカメラ。ジェファーソン先生のカメラはやっぱり違うな。これって確か2万ドルはするはず。完璧なデジタル写真が撮れるんだろうな。私はインスタントカメラ派だけど。これ200万もすんの？メーカーどこだろう。でさらに灯台。この灯台は街のどこにいても見える。そう、さっきのシーンはファイナルデスティネーションっぽかった。あれが起こるのか。この辺の森は写真でもなんだか謎めいて見える。これ写真な。よし。でさらにテレビ。授業で使うモニターまで高性能のプラズマ HD テレビ。これでいろんなドキュメンタリーを見られるのか。ここら辺がやっぱり時代を感じますね。 4K とかではない、フル HD とね。フォトコンテスト。コンテストのポスターだ。ジェファソン先生からは必ず応募しろって言われてるけど、酷評されたらって思うと怖くて出せないよ。なるほど。この子はあまり自分の才能に対して自信がない。君もヒーローになるチャンス。エントリーして優勝をつかもう。日曜ヒーローフォトコンテスト。自分の写真や人物の英雄的な行動をテーマにした写真で、締め切りが10月9日で、入賞するとサンフランシスコの授賞式に行ける。よし。そんで外かな。いや、ここにもある。生徒が自由に読める参考図書。なかなか手に入らないカルティエ・ブレッソンの決定的瞬間もある。レイボビッツはすごくリスペクトしてる。ユージン・スミスも。アベドンの本もあるし、もちろんダリの本もある。聞いたことない名前も多いな。しっかり勉強しなきゃ。これ一応見ていこうか。こんなプリンターで自分の写真をプリントしてみたいな。個展開けるぐらいたくさん。ま、もっと上手くなってからの話だけど。ジェファソン先生が撮った雑誌の表紙、さすがだな。ポップバイン。グランジャーは死んだのか。特集マーク・ジェファソンの最新フォトワーク。 E メールを使うべき10の理由。まあでも写真だけで食っていくってのは最近難しいかな。誰でも撮れちゃうしね。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真、私は写りたくなかったけど、先生が実際に写真を撮る姿を見られてすごく嬉しかったな。これが集合写真とね、三脚。すごい、カーボンファイバーの三脚だ。雲台にはパンロックもついてる。私本当に写真オタクだな。カーボン製か。これね、軽いんですよ。金属製に比べて非常に軽い。で、ノートとタブレット。何もかも特別仕様。授業中にあんな嫌味言うなんて中学生レベルでしょ。みんな笑ってたな。まあでもそういう人はいるよ。ビクトリアの持ち物は学校の備品より高性能だね。5299ドル、だいたい60万円手前ぐらい。学生の分際でいいもん持ってんな。で、こっちもポスター。ジェファソン先生の作品を見てると私も頑張ろうって思えてくる。シナプス。マーク・ジェファソン、ノワールの B。 フィルム対デジタル、あなたはどっち派？名機がこんなに揃ってる。すごい、超音波モーターレンズだ。ヴィンテージの距離計もある。いいな。そうしたらね、こっち。自分もね、超広角レンズが最近欲しいわ。私のことどう思ってるの？分かってるだろ。可愛い。いつも通りの風景。ダメか？それだけじゃ授業中にいい写真を送ってあげないよ。マックスはイケてると思ってる。あの、おとなしいか。トイレに行ってちょっと一人になろう。顔でも洗ってシャキッとしなきゃ。もっとバカにされちゃう。授業だりつんだね。お願いだから
なんだから本当は目立ちたいに決まってるじゃん。デーナとは寮の階が同じ。こういう典型的な美人チアリーダータイプの子って工場で量産されてるのかな。でもデーナはいい子だからそんな言い方しちゃ悪いよね。一人一人に解説がある。ジャスティン、あれはデーナ、相手の男子はジャスティンだったかな。とステラ、ステラはいつもノートとにらめっこ、本気で勉強しにブラックウェルに来てる。偉いね。こんなビラでいじめがなくなれば苦労しないって。さあそんでトイレに向かっていく。ブルック、ブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。これ全員絡んでくんのかな。と、いじめっ子。ローガンは弱い者いじめするから大嫌い。それにボルテックスクラブのメンバーだし。ダニエルはすごくいい人なのに、ローガンのやつぶっ飛ばしてやりたい。しかしどうすることもできない。と何？もう何ヶ月も行方不明なのか。レイチェル・アンバー19歳行方不明。ふくらはぎのドラゴン、それと手首の内側に星のタトゥーがある。怖すぎない？ずっと10月だったらいいのにな。どこに消えたの？必要ないし興味ないし、バックパックは盗んでない。 PC ラップトップ売ります、$600。こういう書き込み OK。 大変だな。私も活動に協力した方がいいのかも。まあやらないけどね。で、ここにも銃はお家に置いてきましょう。ガンフリーゾーンで、そっちはトイレ。ヘイデン、ヘイデンだ。ボルテックスクラブのメンバーだけどそんなに嫌なやつじゃない。ボルテックスクラブ、サークルかなんかかな。あ、これか。私も姉さんやビクトリアみたいにイケてる生徒になりたいわ。バカみたい。ザ・ボルテックスクラブ、近日公開。さあここにはザッカリーとジュリエット、ホラー映画で真っ先に死ぬタイプ。ジュリエットとは寮の階が同じ。彼女もボルテックスクラブのメンバー。けしからん。ジュリエットとザッカリーが付き合うのも当然、ボルテックスクラブの渦中の存在だもん。けしからん。とね、サミュエル。サミュエルってほんと変な人。でもそこがいいんだよね。これはね、サスペンス映画でなんか犯人とかの人よ。業務員さん、水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ、かわいいからいいけど、頑張れオッターズ。とアメフト、すごいトロフィー、さすがビッグフットってとこかな。そう、アメリカの学校のスクールカーストはやっぱりアメフト、あれが一番というふうに聞きますね。掲示板に貼ってあるものを見るとその学校のことがよくわかるね。求む最高のギタリスト、東方オレゴンで最高のボーカル、悲しみ孤独うつ、一緒にお祈りをしよう、泳ぐのが大好きな人集まれと新品同様のタブレットを売ります。猫の写真入り。これ本当に日本と全然違いますね、雰囲気。と取れば、スケーターは好きだけど私の思いはいつも一方通行。でさらにバナー、ビッグフットか。自分の学校のチームなんだから
応援しなきゃね。これがアメフト部。また東大か。さあ出ました東大。しかし特に何もない。また東大か。東大ツアー。でこれは学校のこんなの暗記してる人いるのかな。でも実際はみんなした方がいいよね。まあ大体わかるっしょ。とねこの人トロールっぽいのがグラント先生。科学のグラント先生はいい先生だよ。なんか若干パンツ透けてない。レイチェル・アンバー、綺麗な子だな。このビラ見てると悲しくなってくる。でこっちは校長室。校長先生はいつも校長室にこもってる。いけません。さあそしたらねトイレ行きましょう。こっち。よかった誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。そんで何すんの。こんなことわざわざ書く。レイチェル・アンバー・ザ・ビッチ、さっきの行方不明者。あの子は尻がる女。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私どうしちゃったんだろう。なんか脱法ハーブでもやってんすかね。こないだの予防接種は何も予防しなかったし、もういいよ。ゲッツ・ア・フルーショット。インフルエンザになる前に予防接種を受けましょう。今すぐ。とね、非常ベル。先月も誰かが鳴らしたな。科学の授業をサボれたからいいけど。でこれあのフリーメイソンの。これを見てセックスに励む人なんているのかな。禁欲は心を育てる。あなたには愛が必要です。時と常識はあなたの味方です。活用しましょう。でそこに落書き。ケイトは神様のために腰を振る。こんなこと書いたの誰。今はいらないかな。これで終わり。シンク。大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。扉が閉じたとき別の窓が開いているとかなんとか。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。蝶々、バタフライエフェクト。あの蝶どこから来たの。今までに見たことない種類。羽が光ってるみたい。空気が流れるのを感じる。まるで精霊のよう。でこの子を写真に撮る。なんだ。大丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになる。だろ。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。
お前のろくでもないビジネスのこと、ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ舐めた口聞きやがって、ぶっ殺してやる。何よそれ、ちょっとやめて、やめろ、近づくな。に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。ダメ。何これ、嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。影、カラー、キアロスクールなど。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にヤバい。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰だろう。信じられないけど、これってひょっとして誰か。時間を巻き戻せるってこと。なるほどね。なぜそう思う。これがタイムリープ。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には、さあこれでカメラが戻る。では人物の目にモノクロ写真で完璧に捉えた写真。タイムマシンみたい。わかる人。すごいな。よし、落ち着いて考えてみよう。なるほどね。なぜそう思う。これをいつでも使える。アーバスの写真に捉えられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない、現実だ。間違いない。やっぱり巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。さあこれはダゲロタイプなんだけども、トイレに行ってもいいですか。すみません、トイレに行ってもいいですか。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。後で先生のところに来なさい。誰か他に。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。さあとなると正解だ。もう一度巻き戻して、そう、正解を答えたら。最後まで描写することで1800年代以降広く普及した。でね、巻き戻すことで利用できるかもしれない。まあちょっと待って、なんて書いてあった。とりあえず巻き戻して。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。一応正解。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。感心だぞマックス。ダゲレオタイプは別名銀板写真ともいい、被写体の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだな。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。
勇気を出さないと。よし、でこっからトイレに向かう。さあでもね、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。なんで私が